サウンドロケット TV 高知隊長でございます。皆様いつもご覧になっていただいてありがとうございます。本日はですね、ジューダスプリストの6年ぶりの新作インビンシブルシールドからおすすめの3曲ということで、今日はお話していこうかなと思っております。前回のアルバムファイヤーパワーからなんと6年経っているということで、その2018年に発売されたファイヤーパワーでございますけれども、全米全英とも5位という記録をですね、残したすごいアルバムなんですけど、そこから6年経ったという形で今回のアルバムが出ました。通算ではですね、19枚目ということで、もうね、ジューダスプリストの歴史は長いですけれども、このアルバムはね、3月の8日に発売されたばかりで、そんな聞く込んでもいないアルバムをなんでこんなに急に私が喋るのかと言いますとですね、聞いた瞬間に、うわ、めちゃめちゃかっこいい、話してって思ったからです。ただそれだけです。まさにジューダスプリスト、まさにヘビーメタルという感じのこのアルバムでございますけれども、推しの1曲目でございますけれども、アルバムの2曲目に入っておりますザ・サーペント&ザ・キングでございます。イントロがもう始まった瞬間に、来たぜこれ、おいジューダスだぜみたいなね、ものすごいパワーを秘めているこのイントロでございまして、まあはっきり言ってこのリフはもうジューダスにしか出せないだろうなっていう、もうまさにもうジューダスプリスト武士とでも言ったらいいんですかね。もう本当にかっこいいリフでございますね。で、まあ A メロのところでですね、もうログハルフォードのあの超ハイトーンが入ってて、一気にこれがジューダスプリストだっていうね、本当にかっこいいですこれは。でこのサビの部分に入るんですけど、もうサビの部分に関しましてはですね、まあもちろん歌いやすいと言いますか、一緒にこう乗れるというか叫びやすい感じのサビになっておりまして、まあその辺もよく考えられてるなというか、まあそれがまたジューダス武士なんですよね。でソロの後に D メロがあってから、まあイントロに戻るんですけど、その D メロの部分がね、これがもう本当にこれぞジューダス、聞けばわかると思いますけれども、パッとそこだけ聞かされたら、えこれジューダスでしょってわかるぐらいかっこいいんですよね。でその D メロのメロディーが流れて、あジューダスだな、ジューダスだな、ジューダスだなと思った後に、あのかっこいいイントロのリフに戻って、もうガーンですよ。もうこれしかない、もう本当にツボを押さえてるというか、これにかなうヘビーメタルはねえんじゃねえかっていうぐらいの、熱さですよね。ギターソロがあって D メロがあってイントロになって、みんながこうやってる姿がもう映っちゃうっていうか見えるぐらいのレベルでございます。リフ、リズム、そしてロブハルフォードの歌なんですけど、これが全部ジューダスプリストでありながら、昔のというよりかはもう洗練されてる感じの、ジューダスがどん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 進化していってる感じの、曲でございますね。だけどなんか懐かしい香りがするというかね、これもうなんて表現したらいいんだろうね。まあまあジューダスなんです、要するに、はい、推しの2曲目でございますけれども、これはアルバムの3曲目に入っております。アルバムのタイトルと同じですね、インビンシブルシールドでございます。まあ、これまたすんげえかっこいいリフに、もう2バスどこどこですよ。もう本当にね、もう魂が揺さぶられるみたいな、こんなかっこいい2バスあんのみたいなね。俺は初めて聞いた時、あの通勤の電車で聞いてたんですけど、頭振っちゃいましたからね、思わずね、あやべやべみたいな感じでしたけど。でもうずっとね、そのジューダス節が続くんですけど、こう B メロに入った途端にある曲を思い出すんですよね。これあえて言わないです、皆さん聞いてあの曲でしょって思ってほしいんですけど、もうそれにそっくりっていうかね、それもまただからジューダス節なんでしょうね。ロブハルフォードメロディーと言いますか、あれじゃねえのって多分聞けば皆さんわかると思います。はい、それをなんだよこのフレーズでできちゃうんじゃ、いつもと同じじゃんじゃなくて、はい来た、これ来ました、ジューダスいただきましたみたいな、こうがっかり感じゃなくて、来てくれてよかった感っていうかな、そういうメロディーがボンと B メロできます。これもう聞いてください皆さんね。なんでしょうね、こう普通だったら出たよまたいつものワンパターンでしょってなる感じなんですよ、普通ならね、俺ならば。だけどこう嬉しくなっちゃう、あここにこれ持ってきたのみたいなね、そうそうそう、ここ、これ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 みたいに、ね、なるのがすごい不思議なんですけど、すごいいいメロディーが来るんですよね。そしてまたソロがねめちゃめちゃかっこいいんですよ。これ俺口で今言ってるだけなんで、どこの何のどの音とは言えないんですけど、音使いが全部ねジューダスプリストなんですよ。まあ、あるじゃないですか、こう誰だったらこういうソロだよね、誰だったらそういうソロだよねみたいな、そのソロ自体がもうジューダスプリストなんです、音使いがね。ただ早く弾いてるとか、もうめちゃくちゃ早弾きしてるとか、あのメロディーが綺麗だよねとか、そういうんじゃないの、音使いがジューダスなんです。これね
これ多分言っただけじゃちょっと分かんないと思うんで、これも聞いてください。もうああなるほどねって分かると思います。でこの曲はツーバスがずっと続くんですけど、これもまた往年のと言いますか、昔からやっている、まあ、ジューダスプリストのツーバスなんですけど、それがやっぱり古臭さを全く感じさせないというか、こう来てくんなきゃ困るよっていうツーバスがもうバンバンに入ってる。本当にあの通勤電車では聞かないでください。頭振っちゃうからこれ間違ってね、皆さん気をつけてくださいね。はい、推しの3曲目でございますけれども、これアルバムの7曲目に入っております。 As God is my witness でございます。私大好物のツーバスドコドコが入っております。リフを聞いただけで、あ、これツーバス来るよねっていうのが分かるようなリフなんですよね。それでね、それがまたかっこいいんですよ。なんていうんですかね、こう来てほしいツーバスがそのまま来てくれるみたいな、え、ちょっと肩透かしいみたいなのないんですよね。もう絶対にツーバス来るでしょこれっていうのが、もうバーンと来てくれるっていうのが、まあ、素晴らしいかなっていうか、これもまあ、 あの頭振っちゃうの注意ですよ皆さんね。で、あのサビのメロディーがですね、これまた一緒に歌えそうな、もうライブで一緒にこう盛り上がれそうなね、感じのメロディーなんで、そういう点でもうずっと叫んでるだけとか、ずっとこうデス声で歌ってるとかじゃなくて、ちゃんとこうメロディーと抑揚があるっていうのが、ジューダス・プリストのすごいところだなと思います。あとね、こうギターソロがこう掛け合いみたいなギターソロになるんですよ。まあ、ジューダス・プリストってまあツインギターですから、このギターのこうバトルっつうんですかね、戦いみたいなのがあって、これがまたね素晴らしいんですよね。ツインギターって、まあ、ただハモってりゃいいとかそういうことじゃなくて、こうギタリスト同士のこうバトルといいますかね、そういうのがあってこそのツインギターかなと思いますので、あのヘビーメタルに関しては特にねと思いますので、まあ、その辺も聞きどころかなという感じでございますね。はい、そんなわけで推しの3曲をね皆様にお伝えしましたけれども、もう全体を通して思ったこと、まず1つ目なんですが、これねギターの音がめちゃくちゃいいんですよ。ものすごいザクザクしてるんだけど、乾きすぎてないっていうか、ちょっとジューシーな感じの音で、まあ本当にアンプがこう目の前に置かれてて、こう弾いてもらってるぐらいの、まあ、すごい迫力のあって、でもものすごい聞きやすいいい音なんですよね。ただ歪んでればいいっていうんじゃなくて、こうモダンな感じでもありますし、本当にね聞きやすい、耳に入ってきやすい音っていうのかな、うるささは全くない、だけど迫力がものすごいっていう、伝わりやすい音であって、ザク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 弾かれててめちゃくちゃかっこいいっす。まあ2つ目なんですけども、まあ昔からのジューダス・プリストをこう進化させてるというか、アップデートしてるような感じ、洗練されたというか、そんな感じですね。このアルバム全体を通して音もそうだし、リズムとかもそうだし、まあ、メロディーも含めてね、全部こう本当にアップデートしたぜっていう感じ。まあ、逆に言うと、その昔使ってたようなメロディーに似たようなのを使ったりとかしてるっていうのは、これあえてやってるんじゃないかなと俺は思いますね。どん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 新しいものを作っていって、昔のものは捨てていくっていうことではなくて、それをアップデートさせてるっていうのがすごいなと。だからこそ聞いた時に、これなんだよジューダスはさって思えるっていうのがすごいというところでございますね。なので、まあ音も含めて本当にね洗練されているんですけれども、昔からのファンももうなんていうの、置いてきぼりにされないというか、はい、新しく聞いた人たちはもちろんかっこいいと思えるし、昔からのファンもこれだぜっていう風に思えるという、まさに聞きやすい本当に素晴らしいアルバムかなと思います。で今回推しの3曲ということでやりましたけど、その3曲はあえてこう昔から聞いてる人が聞いても、あジューダスだよねと思える曲を選びました。ちょっと早めの曲を多く俺は3曲選びましたけど、ミドルの曲もいっぱい入ってるんで、こう重いビートとかもすごいありますし、すごいかっこいいです。だからまあ本当アルバム全体通してもう聴きやすい、熱くなれるすげえアルバムだなと思います。まあこのアルバムね3月4日に出たばっかりなんで、まあそこまで聴き込んでいませんが、もう本当に全曲素晴らしいので、まあこれぞ本当にヘビーメタルというアルバムですので、ぜひとも皆様聴いてください。もうこれは本当におすすめです。本日は以上でございます。面白かったなとか、また見てもいいよという方はですね、チャンネルの登録をしていただけると非常に嬉しいです。いいねやコメント、お便りもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたね。